12月26日月曜日、ついに今年の最終週に突入をいたしました。時刻は午後3時半を回っています。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。皆さん、朗報です。朗報、朗報なのかな、朗報じゃないかもしれません。どっちなんですか。ですね、はい、どうも、今年が年末なんですよ。はい。年末で、だいたい放送業界というのは3ヶ月ごとにですね、番組改編を迎えて、これ3ヶ月でワンクールってですね、はい、まあ3ヶ月でワンクールってのはどうも日本独特の、習慣みたいで、アメリカなんかはだいたい1年ごとですからね、ワンクールっていうと20何回のドラマで、秋に始まって5月ぐらいに終わるというのが一つのパターンで、はい、日本の場合はワンクール3ヶ月で、まあ大体ドラマなんかは2クール6ヶ月っていうケースが多くて、だからまあ年度の変わり目ってのは非常に大きいですから、3月から4月にかけてと9月から10月にかけてっていうのは、まあ番組改編期って言って大きく番組変わりますけれども、まあ基本3ヶ月でワンクールなんで、3ヶ月で終わっちゃう番組もあれば、そういうことで言うと年末年始超えるわけですよ。でまあ年末で終わる番組というのが世の中にあるのかどうなのか知りませんけれども、この番組はなんと来年1月以降も引き続きあると。そういうことですよ。まあそれがどうしたという話なんですが、喜ばしいことじゃないですか。いや、ここへ来てですね、はい、何回もお伝えしておりますように、とにかく出演者に食べ物を与えないでくださいと、はい、こう申し上げているにもかかわらず、はい、この週末に大量のお米が届きましてですね、それもまた貴重なお米なんですよ。どうもこれ、はい、いただいた添えられている手紙を読みますとですね、福島県の浪江、だから原発のあったとこですね、福島県の浪江で ご実家があって、そこに田んぼがあって、で今年から米作りを始めて、今年から米作りを始めたということは、はいはい、初めて実った秋の新米をですね、段ボールに一箱送っていただいてですね、なんか申し訳ないねと思うわけですよ。はっきり申し上げてですね、我々はこういう貴重なお米を食べさすには本当にもったいない、お米がもったいない存在でございますから、もうぜひ皆さんでお召し上がりいただくかどうかした方がいいんじゃないかと思います。ただまあありがたく頂戴いたしましたので御礼を、ラジオネームツバメバスさんという方ですね。ツバメバスって何ですか、地元にあるんですか、そういうバス会社が。ツバメバスさん、まあ、よくわかんないですけど、そういう方から送っていただいたりですね、どうもありがとうございます。いやー、そうやって送っていただいたものに関して言うと、はい、基本的に全部目を通していたりするわけですよ、何回も申し上げているように、メールツイッター等でいただいたものに関しては一旦構成作家のフィルターがかかっておりますけれども、なんかこのスタジオに入ってくるとですね、机が一個置いてありまして、その机に週末届いたものがこう週によったら山積みになってたりなんかするんですが、はいはい、ふっとこう通りかかった時に手を伸ばしてですね、手紙を読んでしまいまして、本番直前にですね、このお便りはどうしたもんかと、八王子市の、77歳の方からお手紙をいただいてるんですが、この方がおっしゃるには私が今の団地へ引っ越してきて38年経ちました。はい。この時仕込んだ、つまり38年前に今お住まいの団地に引っ越してきた時に仕込んだ梅酒が36年過ぎまして真っ黒になってしまいました。あら。飲めるかどうか恐る恐る飲んでみました。ところ、死なずに生きております。この梅酒が新型コロナに有効な効き目があるのかないのか、効能を調べてくださるところがないか、だからそういうお問い合わせなんですよ。まあでもこれ辛坊さんにお聞きになって、お答えは小さな声でしか言いませんが、はい、知らんがな。そんなこと言われて、そんなこと言われたってですね、専門家ではないのでね、うかつなお答えはできませんが、はい、まあ、はい、私の家にも結構
構古い梅酒はね、うん、どこの家でもありますよね、まあ、ちょっとね長めにつけてある、あの台所のキッチンの下の収納みたいなところにガラス瓶に入れられて、一体いつのものよこれ、あのちゃんとしてる人は何年何月につけたっていう張り紙かなんかしとく人もいますけども、はいね、もうそういうのがなくなってて一体いつのもんだか分かんないけど真っ黒だけどこれ大丈夫かと、うん、試しに飲んでみるか、大体試しに飲んでみるかとみんな思いますよね、うん、でちょっと舐めてみたりなんかして、うん、あれいけんじゃねえかこれ、まあ、大丈夫じゃないかとか言いながらまあアルコールだしなとか、元は焼酎だから焼酎ってアルコール度数が25度前後ありますから、大体まあアルコール度数が25度前後あるとですね、そう簡単に物は腐らないですよ、はい、そら、はい、だけどまあ長いこと置いとくとヴィンテージっていうんですか、色が変わってきますよね、うん、だどの程度まで飲めるかっていうと、まあその美味しく飲める限界点っていうのがありますから、はい、味とか香りとかの問題だね、気持ちよく飲める限界点っていうのもありますからね、それがあの、医学的に飲めるとか飲めないとかという以前に、食品としてそれは飲むに値するかどうかという大きな問題があるんですが、味わえるかどうか、だからこのメールをいただいた、いやお手紙をいただいた八王子市の方のお宅にある36年前の梅酒が、さあ飲めるか飲めないか、どんな効能があるかどうかわからないですよ、そんなもんね、多分専門家中だってそんなことを判定してくれる専門家がいるとは思えないですが、ただまあ事実として言えるのは、はい、アルコール飲料に関して言うとそう簡単には、特に蒸留酒系はね、ただ梅酒の場合は元は蒸留酒なんですよ、焼酎は蒸留酒なんですが、そこに梅をつけるということになるとまた新たな要素が加わりますから、はいはい、だから絶対腐敗しないかというとそこまでいう自信はないんですが、はい、まあ、アルコール飲料系はそう簡単に腐ったりなんかしないんで、で、アルコール度数が一定以上に強い場合には、この方のご質問は、それが新型コロナに効くかどうか、そんなこと聞かれても、これはさらにはっきり断言しておきますが、どんな専門家でも何にも言えないと思いますよ。あ、確かにそうですね、辛坊さんじゃなくとも専門家でも、ね、はい、ただアルコール度数が 70% 80% の飲料に関して言うと、消毒薬としては使えます、はいはい、ただ消毒薬として使えるからといって飲んだ時に薬としての効果があるということではありません。そうですね、これね、結構意外と勘違いしてる人がいてですね、あの 70% 80% のアルコール飲料っていうやつは、確かにあのシュポシュポするケースの中に入れてシュポシュポすると、まあ、あの、殺菌消毒、はい、まあ、ウイルスも含めてですね、はい、あの、細菌だのはウイルスだのの、活性化、活性をなくすという、まあ、要するに感染力を、なくす効果は一般的にはあります、はい、うん、ただしアルコールに関して言うと難しいのはですね、ウイルスによってはアルコールの効くウイルスと効かないウイルスとあるんで、一概には言えないんですが、まあ、コロナウイルスに関して言うとアルコールは有効だというふうに言われておりますので、だから一定以上の濃度のアルコール飲料に関して言うと、うん、消毒薬としての効果はありますが、はい、消毒薬としての効果があるものを飲んだからといって体内でウイルスが死ぬということはありませんから、これまた別問題なんで。そうですね、はい、うん、それで言うと今年大阪の市長さんかなんかがうがい薬がいいぞ、これに関して言うと最近研究がもうね、いや、あの終わっちゃったって話があったんですが、あれに関して言うとね、 100% 無意味かっていうと、うがい薬を飲むのはダメですよ、それは、はい、さっきのアルコールと同じですが、はい、ただうがい薬、まあだから要するにポピドン用土かなんかですね、あれ確か、あれでうがいすることによってっていうことの効果に関しても、うん、これは諸説あってなかなか確定しないんですね。だポピドン用土を使ってうがいをすることが風邪の予防になるかっていう問題は、昔から実は新型コロナの前から結構ね、論争があるんですが、はいはい、私の知る限り結論は出ていないはずですよ。それで言うとね、はい、マスクの効能もこの番組で何回も申し上げているようにですね、うん、今年全世界で初めてだと思いますよ、うん、インフルエンザが流行り始めてから全国民が常にマスクしてる国なんていうのは存在しないはずです、だからコロナ以降あのみんなマスクしてましたけど、このコロナがあの流行り出してから過去2年間去年の冬と一昨年の冬はインフルエンザ自体が流行してませんから、はい、だからインフルエンザが流行期を迎えて国民全員が漏れなくマスクしているという状況は全世界の全部の歴史の中で今年の日本が初めてなんです。そうですね、この状況の中でさあインフルエンザが広がるかどうかということでいうと、足元の数字はじわじわインフルエンザ伸びてきてます。
で、その私の知り合いの看護師さんからの情報によると、うん、今年困った状況が起きてて、ちょっと風邪の症状だよね、ちょっとなんか発熱してんじゃないって言うと、コロナの前はみんなお医者さんに駆け込んでいくと、インフルエンザに関して言うと、何年か前に初期のインフルエンザ感染、だから感染してすぐの場合は、治療薬があると、はいはい、ね、有名な治療薬で、うんうん、その治療薬を、まあ、服用、まあ、あれ注射か、まあ、そういうことによって、接種することによって、インフルエンザの初期の症状における、その後の重症化等を防げるんじゃないのみたいな話があるんです、はい、ところが最近の傾向で言うと何が起きてるかというと、はい、コロナに関して言うと若くて健康な人はもうとにかく自宅で感染して陽性な場合で重症化のリスクが低い人は家にいろっていう話じゃないですか、ほいで発熱したケースで多くの人は、私はコロナだと自分で判定しちゃうみたいですね、検査せずに。そして自分はコロナなん で若年層で重症化リスクがないので、まあ、大丈夫だろうと思って 2,3 日ほっとくケースが多いんですって、はい、そして 2,3 日経っても症状が改善しないので、あれコロナじゃないかもって言って病院に行った時にはもう発症してから3日も4日も経ってると、それまでインフルエンザのために使えた初期の治療薬がもう使えない状況になってると、ここがね、微妙なところでね、だから今どういう指針になってるのかっていうのが、ちょっとまあ適当なことを言うわけにいかないですが、うん、今のすべての話を総合すると、どうしたらいいかというと、風邪の症状が現れました、はい、コロナかインフルエンザか分かりません、うん、市販のコロナの判定薬、抗原検査キットでまずコロナであるかないかを判定して、うん、コロナじゃないと、インフルエンザの可能性がそれなりに高いという場合には、お医者さんに行ってインフルエンザの初期の治療で行われる治療をしてもらった方が安全ではないのかということは知識として知っといた方がいいですけど、こんな複雑なことを一回言って今分かりましたかね。もう一遍言いますよ。今一応厚生労働省の指針としては、コロナに関して言うと、重症化しない若年層の場合は家で検査してコロナだった場合には病院なんか行かずに家でね、じっとして人に移すなっていうのが基本的な方針だから、まあそれ守りゃいいんだけど、検査せずに自分で勝手にコロナだと判定して実はインフルエンザでしたっていうんで、 2,3 日経って症状が悪くなってから、あれって言って病院に行きましたというの段、いう段階でインフルエンザの初期の治療ができなくなっちゃってるっていうケースがありますので、はい、うん、風邪の症状が現れた場合には、だからまあそれまでに基本的に抗原検査キットは置いといた方がいいんですが、うん、まずすぐにコロナかどうかを判定して、コロナじゃないと、インフルエンザである外在性がかなり高いという場合には、はい、お医者さんに行った方がいいだろうと調べてもらった方がいいですね、はい、結果そういう結論でございますが、はい、ただ話を先に戻しますと、マスク聞いてねえじゃんかっていうぶっちゃけそういう話です。マスクがそんなに感染予防に効果があるんだろう。インフルエンザだってこれ、ね、みんなマスクしてりゃかかんねえだろう。マスクだね、あ、もうこれ以上は言いません。はい、これ以上言うと、基本的にまずいことを言って、はい、ね、せっかく来年1月以降もこの番組続きますと申し上げたのに、今日で終わってしまう可能性がありますから。それはいけない。では、お笑いだよ。先に進めます。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価反発しました。先週の金曜日に比べて170円62銭高い 26,405 円87銭でした。先週までの大幅な下落を受けまして、輸出や半導体関連株に自立反発を見込んだ買いが入りました。また為替相場は現在1ドル132円60銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、まず4時台では、ウクライナ戦争の終結を望むと表明したプーチン大統領ですが、その思惑は何なのか、筑波大学名誉教授の中村逸郎さんにお話を伺います。5時台は、国内の損害保険各社がロシア全域の船舶保険を停止へというニュースにズームしていきます。
そして今週もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛坊さんへのツッコミ、何でも結構です。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト、今日のこのリクエストのテーマ、お題は、はい、36年ものの梅酒の判定を頼まれた時に聞きたい曲。36年ものの梅酒の判定を頼まれた時に聞きたい曲ですね。まあ一言で言うと、知らんがなそんなもんっていう、はい、俺に聞くなそれっていう、まあ、そういう気持ちです、はい、なるほどね、俺の話を聞けの逆バージョンですね。逆バージョンですね。これは難しかろう。ちょっと難しい。クレイジーケンバンドっちわけいかないからな、これ。はい、考えてみてください。選曲の理由も書いて、zoom@1242.com でお待ちしております。この後はズームフラッシュです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。安倍晋三元総理大臣が銃撃され死亡した事件で、奈良地検が山上徹也容疑者を殺人罪で起訴する方針を固めたことが24日分かりました。精神鑑定の結果、刑事責任を問えると判断したとみられます。自民党の萩生田光一政調会長が昨日出演したテレビ番組の中で、防衛費増額に伴う増税の前に衆議院を解散して国民に信を問う必要があるとの認識を示しました。インターネットや SNS 上で広告であることを明示せず、普通の口コミであるかのように装って商品などを宣伝するステルスマーケティングについて、25日政府が規制に乗り出すことが分かりました。中国軍が25日台湾周辺で軍事演習を行ったと発表しました。アメリカで台湾への防衛支援を含む国防予算の大枠を決める国防権限法が成立したことなどへの報復だとみられます。中国政府は25日これまで毎日行ってきた新型コロナの感染者数の公表を取りやめたと発表しました。宮崎県知事選挙が昨日投開票され、現職の河野俊嗣氏が返り咲きを目指した東国原英夫氏らを破り、4期目の当選を果たしました。海上自衛隊の一等海佐が特定秘密保護法で定められた特定秘密を外部に漏洩した疑いがある問題で、防衛省は山村博史前海上幕僚長も調査対象としていることが分かりました。漏洩は数年前とされ、当時の監督責任は免れないと判断しているとみられます。さて、一個ずつ順番に解説していきますかね。はい、順番に解説していくと、まず安倍元総理の銃撃事件の容疑者ですが、はい、ずっと精神鑑定やってました。で、精神鑑定の結果、まあ、刑事責任能力があると。ただこれはもう初めから分かってた話で、直後に報道されているこの、容疑者の精神状況から見て、あ、まともな判断力はある、つまりまあ刑事責任能力はあるよねっていうのが一般的な見方だったんだけども、検察警察は何を恐れてたかというとですね、当然これ弁護団がつきますよね。で、弁護団が、どういう弁護をするかというと、冤罪の可能性がちょっとでもあるようなケースは冤罪の可能性で攻めていくわけだけれども、これもうほぼ現行犯逮捕というか、はいはい、まあ現行犯逮捕なので、うん、冤罪の可能性はゼロなわけですよ、うん、みんな囚人監視でこの容疑者がやったんだから、容疑者ってまあ昔呼び捨ての時代から、一応確定してないから今一応容疑者で裁判が始まると被告というふうに名前変わるわけですけれども、はい、まあ昔風に言うと犯人ですよ、犯人であることは間違いないんだけど、うん、ただもうこっから先そうなるとですね、弁護側の戦略としては、
刑事責任能力がなかったと、あるいは弱かったということで言うと、心神喪失による無罪か、心神耗弱による減刑かっていうのを当然弁護団は狙ってきて、裁判が始まると、そのあたりの主張を始めると。だけど、絶対に無罪にしたくないとか、そういうので、減刑の対象にしたくないという思いは当然検察、警察にもあるわけで、だから絶対裁判が始まった時に、そういう主張を弁護団がしても有効ではないように しておくためということも含めて、ものすごく慎重に精神鑑定をやって、こんなに普通時間かかんないんですけども、そうですか、はい、通常よりもはるかに長い精神鑑定の時間をかけて、刑事責任能力があるということなんで、はい、年明けから正式裁判が始まります。さてその次のニュースで、自民党の、萩生田政調会長が、防衛費増額で増税する場合には、衆議院を解散する必要があるというのは、ものすごくきな臭い発言で、はい、どこまで本気かっていう感じは正直しますね。うん、というのがですね、防衛費増額が決まってるわけですよ。はい、で防衛費増額は増税で賄う、まあ、全額じゃないとは言いながら、最終的にはもう全額増税みたいなもんですよ。増税で賄うことは決まってます。これはもう発表されてます。はい、ただし岸田政権としてはすぐ増税すると自分の人気にも響きますから、どういう言い方をしてるかというと、2024年以降に増税しますって言ってるわけです。で2024年度というふうに解釈をすると、来年の今頃、つまり2024年度予算が審議されている時には、来年の今頃には、予算を組むに際して、この防衛費を賄うための増税というのは1年後には顕在化、みんなが見えている状況になっています。今来年度予算というのがニュースになってますが、来年度予算に関してはこの防衛費に関しての増税は行われません。だけど来年の今頃は増税が訴状に上ってます。で来年って基本選挙のない年なんです。春に統一地方選挙がありますけれども、参議院選挙はありませんし、衆議院も解散しない限りない。で今衆議院で自民党与党は大きな勢力を持ってますから、本音で言うとね、勝てると思わなければ解散なんかしないんですよ。はい、で増税を前提に解散なんかしても負けるに決まってますから、だから一応ガス抜きっちゅうかですね、本音じゃないよねこれっていう感じはします。でもしちょっとだけ本音があるとするならば、自分が総理大臣を目指す場合にはあり得るんです。というのは、これ増税をね、話題にして、それを争点にして衆議院解散なんかしたら絶対負けますから、与党は、はい、負けると政権交代見えてきますから、政権交代っていうのは岸田さんが辞めると、はいはい、そうするとポスト岸田の人たちにしては、それで一旦みそぎを済ませて しまえば増税の責任は岸田政権で、まあいや真っ白な形で次の政権になる、はいはいはい、まあ、萩生田さんあたりはやっぱ次の総理の数人のうちの一人と名前が出てる人だから、ちょっとこの発言は正直きな臭いなっていう感じはしますね。さあその次の話題ですね、ステルスマーケティング規制に乗り出す、はい、ただね、このステルスマーケティングって至る所で行われていてですよ、例えば、まあ、原発やりたい集団がいますよね。膨大な金を動かしてるんですが、例えばテレビ番組ごとスポンサーついて、それも表でスポンサーにならずに裏から金流してみたいなことが平気で行われてますから、だから実はインターネットだけの話題じゃないんですよ、これ。昔からいろんなところでやられてる手段で、はい、私はやっぱりね、日本は今全部これ洗い出して、やっぱ裏で紐付きの番組、その他も含めて、うちはこれ紐付きなんだと。そういう意味じゃこの番組一切紐付きじゃありませんから、それはそれだけ私ね、はい、誇りにしております、はい、私その手のやつはやったことがないという、はい、これは人生の誇りですね。だからこんなに自由に喋ってるんですよ。はい、お時間でございます。お時間、中国のコロナの話今からしようと思ったのに、あ、宮崎県の知事も面白いんですよ、これ。海上自衛隊のね、特定秘密保護の秘密の漏洩も面白いんだけど、じゃあそのあたりはまた今度、はい。12月26日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。さあご意見届いております。ありがとうございます。梅酒についてですね。ほうほう。足立区の俊彦さん、41歳会社員の方、漬け込んだ梅酒のお話ですが、うちにも亡くなった祖父母が瓶に漬けて40年ものの梅酒、金柑酒、あんず酒がゴロゴロ床下から出てきたことがあり、さすがにすべて処分しました。
もったいないけど、まあしょうがないね。手入れされていない金魚鉢並みに真っ黒でしたから、皆様もくれぐれもオリジナル古酒ね、古いお酒にはお気をつけくださいと。そうですね、まあ基本的にそうならないうちに早めに飲むと美味しいうちに、そうなんですよ。らっきょうもね、うち結構古いらっきょうを発見してですね。らっきょうですか。らっきょうもね、あんまり古くなりすぎるとね、色も完全に黒くなってきますし、で食べてみるとね、妙に柔らかいんですよ。らっきょうってなんかコリコリっとするところがらっきょうらしいじゃないですか。もうあのね、10年もののらっきょうとかね、なんか瓶が真っ黒になってて中溶けかけかけててね、これはいかんのじゃないかっていうこともありますから。そうですね。まあいくら瓶につけたものでも早めにお召し上がりになられた方が、はい、身のためかと。本当そうですね。食品ロス、食品ロスをね、減らすという意味においても、なくしていくね。はい、でこの梅酒についてはですね、横さんさんは探偵ナイトスクープ案件でしょう、ね。飲んでみた。探偵ナイトスクープ、関東の方にどのぐらいね分かるか分かんないとこですが、今やってんのかな。一時期関東でもね深夜にやってましたが、関西では金曜日の夜にやってる、驚異的な視聴率の深夜番組で。驚異的なんですよ、はい、関西人全員見てるっていうぐらいな数字の番組で、いわゆる探偵と称するタレントさんが、視聴者の方から持ち込まれる様々な相談ごとに応じるという、はい、そういう趣旨の番組なんですが、ぬわんと、この番組の構成作家の鍋谷くんが構成で入ってますから、だからさっきいただいた、36年ものの梅酒の、コロナに関する公用問題については手紙ごと鍋谷くんに預けますから、まあ、あとはそっちの処理ということになります。なかなかね難しいかとも思いますが、はい、そういう難しい問題はね、誰かに預けちまうっていうのがいいですね。まあ人にね責任をね、あの皆さん、ラジオ聴きの皆さん、もう年末ですけどね、何でもかんでも背負い込まない方がいいですよ。そうですかね。誰かにね、あの誰かにもうあの追っかぶせられるもんなら誰かに追っかぶせて、追っかぶせられた人も、まあ人に追っかぶせて、でもそういう時とこうだんだん慣らされてって薄まりますよね。最後なかったことにしてですね、だから何でもかんでもね自分で背負、責任感の強い人はね、何でも背負いがちですが、何でも背負って解決できるってもんじゃありませんから。なんかちょっと基本はね、ヘロヘロっと生きていった方がいいですから。この師走の時期にね、辛坊さんすごいいいこと言いましたよ、今きっと。ですね、肩の荷物を下ろしましょう。下ろしましょうよ。だからもう、増山さん、年末年始のシフト問題なんかで悩まない。悩ませも下ろしますから、解放しますから、もう、はい。まだまだ、あなたからのご意見もね、お待ちしておりますので、メールは、zoom@1242.com、ツイッターは、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。そうなんだよ。年末年始のシフトなんか全部飯田君に送らせときゃいいんだよ。飯田君もね、一生懸命働いてますからね。そうですか。はい。さあ、今日のズームをミュージックリクエストのテーマは、36年ものの梅酒の判定を頼まれた時に聞きたい曲です。まあ、難しいかと思いますが、 zoom@1242.com でお待ちしております。この後は中村逸郎さんスタジオ登場です。さあ、日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間特集する話題はこちらです。プーチン大統領がウクライナ戦争の終結を望むと表明。ロシアのプーチン大統領が22日、10ヶ月にわたって続くウクライナ侵攻について、我々はこの戦争を終わらせることを 目標としている。早ければ早いほどいいなどと、戦争の終結を望んでいることを明かしました。来年1月から2月にかけて、首都キーウへの総攻撃もささやかれる中、このタイミングでのプーチン大統領の発言には、どんな思惑があるのでしょうか。この時間は筑波大学名誉教授の中村逸郎さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしました。ありがとうございます。お忙しいのにすいません。もう本当に大変な一年になりそうで。いや、中村さん、まあ、今年のご出演はこれが最終回に間違いなくなります。最終回なの？明日来るつもりだったんだけど。いや、いらしてくださるので喜んで、ウェルカムですけども。話が違う。はい。いくら何でも、それは。というか、先生。はい。1991年ソ連崩壊以来、最も忙しい年じゃなかったですか？いや、本当に苦しい年で、今年は本当に辛い年で、昨日、クリスマスでしたよね。はい。思わずメリー、苦しみますって。
でした。何に来たんですか先生。寝てました。年末に。だいたい、ロシア、ギリシャ正教だから昨日クリスマスやってないでしょ。よく知ってる。いや、ロシア正教か。1月7日だから。ですよね。そう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 。そうですよね。で、この前、あれですけど、米子行ってきましたよ。鳥取県米子市。あ、私の出生地。おびっくりして、はい、ええ、米子の人たち、みんなここは辛坊さんの神聖の地だって、いやいやいや、お前真面目に講演しろって言われて、すごい影響力。もうみんなすごい。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。何の話に来たんですか僕はロシアのこの戦争について、話を米子にしに行ったんですけど、講演会で、ね。みんな質問は辛坊さんの質問ばっかりです。この番組の、辛坊さん、この番組すごい人気だよ。いや、この番組基本関東ローカルだから鳥取では流れてないでしょ。いやいや、僕もポッドキャストとかいろいろで聞いてるんですよ。あ、今はね、ポッドキャストとラジコで、うん、そう、そうです。もう日本中だけならいいけども、ロシアも聞いてるよ。いや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 、プーチンも聞いてるよ。私あの例のあのロシア入国拒否の中の名簿に先生みたいに入ってませんから。大丈夫。実は64番目の男がいたらしいの。僕63番目だ。63番目ですか。64番目の人もいたっていう噂が飛んでるんですよ。はあ。辛坊さんの名前。いや、何言ってんですか。勝手に人を引き入れないでください。先生、そんなこと言ってる場合じゃありません。はい、どうなるんですか、これ。ね、今、どんな状況なんですか、先生は。いや、ね、やっぱりゼレンスキーさんが、大統領がアメリカ行きましたね、これやっぱり決定的でしたね。あ、そんなに大きな意味があるんですか。もうこれね、BBC なんかも流してるんですけども、やはりゼレンスキーさんアメリカに行って、バイデンさんに会う、議会で演説する、もうヒーローですよね。だから、もうヒーローになったんで、逆に今度はプーチンからすれば、おい、交渉しようよ。交渉しようよって言い出したわけ。なるほど。だけども、交渉っていうのは、どっちもお互いにある程度妥協し合わないと、ね、話し合いにならないわけ。そうそう、でも、片やヒーローになっちゃったもんだから、ゼレンスキーさん、これでプーチン大統領と交渉することはもうほとんど無理だと思います。そうでしょう ね。だって国内の期待も高いし、世界的な期待も高いし、うん、だから今あの東部4州、東南部の4州をの大半をロシアに制圧されている状況の中で、ここで、一旦線引きっちゅうわけにもいかないですよね。だからこれでクリミアもロシアの領土だともう認めることもできないし、はい、4州プラスそのクリミアも取り返さないといけない状況にどん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 。4州プラスクリミア全部取り返すなんてことは、まあ、正直客観的に見てそんなに簡単ではないですよね、これ。もうすごい難しいと思います。ですよね。だからロシアですよ、プーチン政権はどういうメッセージを流しているかというと、アメリカが、バイデン政権がロシアに軍事的、まあ、経済的支援すれば、する、支援するほど、実はアメリカはウクライナを苦しめてるんだというふうに、ロシア側はそういうニュースをどん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 情報を流してるんですよ。まあ、あの宣伝戦としては確かに一つの主張として成り立つ主張ではありますね。そうですね。はい、で今になってなんかロシアはもうね、急に平和交渉して和平交渉してもいいよなんていうことを最近になって言い出してきてんですよね。つい最近の今増山さんの原稿にもありましたけど、うん、我々はこの戦争を終わらせることを目標としていると最近言ったというのが世界的なニュースになってて、ロシアじゃ戦争、これ特別軍事作戦を戦争っていうとそれ自体が犯罪なのに、大統領が自分で言ってどうするんだっていうツッコミが入ってますが、うんうん、これね、プーチン大統領大失態なんですよ。あ、やっぱり大失態なんです。なぜかっていうと、プーチンさんね、もう正気の沙汰じゃないんです。ボケてんですか？ボケてきた。あちゃ。そしてそれね、辛坊さんね、このラジオだから言えること。は？プーチンさんね、本当に、ね、あの先生言っときますけど、小さい声で言っても同じですからね。ちゃんとプーチン届いてますかね？いやいや、まあどうぞ言ってください。はい、あのね、ロシアって。男性の平均寿命は68歳ぐらいなんですよ。いや、もうそろそろです、私、はい、うん、それでプーチンさん今年で10月で70歳になったんですよ、だからもう平均寿命を超えてるんですね。でそこですごく問題だ、プーチンさんが焦ってるのは、ロシア正教徒なんですね、プーチンさん、すごい敬虔な正教徒なんですよ、でロシア正教会は同じキリスト教なんですけども、ローマカトリックと決定的に違うところなんですよ。そこは何かっていうと、ローマカトリックは天国に行くのか地獄に
きるのか、行くのかと分かれるけども、はいはい、たとえ地獄に行ってもそこで煉獄が用意されてて、ごめんなさいってごめんなさいって耐え忍んで、天国に行く橋があるんですね。煉獄が。それ今のはカトリックの話ですか？カトリック。ローマンカトリックですね。ローマンカトリック。はいはいはい。バチカンの方ですね。そうです。ところがね、ロシア正教会にはそれ煉獄がないんですよ。地獄に行っちゃったらそのまま地獄に、地獄のままなんですか？もうだからロシア正教徒の人たちは生きてる間にいっぱい徳を積んでいいことをしなくちゃいけないんですよ。地獄行っちゃうわけですね。そう。で、最近ね、ごめんなさい、全然違う話なんですが、最近ドストエフスキーのカラマゾフの兄弟って読んでたら、その中の話でですね、ネギをひどい悪い女なんだけど、生きてる時にすごい貧しい人にネギを一本くれてやったことがあって、神様がネギを生前一本、天使がこの人はねネギを一本くれてやったことがあるんですよって言って、じゃあお前助けさせてやるからネギ行こうな、それでネギから地獄から釣り上げたら助けてやるわって言って、地獄にネギ一本そしたらその地獄で苦しんでる人はそのネギに座って這い上がろうとしたら、後ろから亡者が湧いてきて、その亡者がみんなでその手足引っ張ってネギ切れちゃったっていう、あれ、これ芥川龍之介の蜘蛛の糸と同じ話じゃねえかっていう話が地獄に行った人は天国に行っちゃいけないんですよ。はあ。ずっと地獄にいなくちゃいけない。それでプーチン大統領も22年間大統領をやって、悪いことばっかりしてるじゃないですか。もう絶対地獄行きですよね。もう間違いないですよ、ね、もうね、一番最初に地獄に行って いい人なんですよ、はあ、そのプーチンさんね、さすがにもう70歳になって、死の壁、やっぱり、精神的にも肉体的にもこのまま行くとやっぱり地獄に落ちちゃうかもとか思い出してるんですかね。そう、もう地獄そのものですよ。じゃあどうするつもりだ、どうやって今から這い上がろうってんですか。いや、もう無理だから、もう無理、地獄以外ないから。だから彼は破れかぶれに、だからもうね、本当今回の戦争を見てて、気の毒なのはプーチンさん、今年の2月24日から戦争、まあ、軍事介入始めたんだけど、はい、その直前、2月の頭だったんですけども、フランスのマクロン大統領がモスクワに行ったんですよ、会いに。その後マクロンさん、パリに帰って側近なんて言ったかというと、プーチンさん本当に人柄が変わったよねって。この3年で、2019年にパリに来た時とは、ま、本当違う、頑固になって、で歴史を自分の好きなように歪めて、変だぞこの人。ちょっとやっぱり晩年になって脳に異常をきたして今回の戦争に走っちゃったって感じですかね。そう。で、それだけど、それで巻き込まれて殺された人はあまりに切なくないですか。僕ね、本当にね、ウクライナの人たちって本当に気の毒で、今回はロシアが戦争を仕掛けたよりもこれはプーチンの戦争なんですよ。だけど恐ろしいな、やっぱ国家って恐ろしいなと思うのは、周りにいる人間だってみんなそれ分かってても、もう従わざるを得ないっていうか、そう、ね、兵士だって現場に行って、ちょっとこれおかしいだろうと思いながらも行って戦ってる間に大砲の弾で吹っ飛ばされてみたいな、場合によったら逆に人殺してみたいなことになるわけでしょ、なんだか恐ろしいですね。恐ろしいですよ本当に。だからね、はい、プーチン大統領も死の壁があって、で本当にもうどうしようもない状態になって、自分でもコントロールできない。だから窮地に立つプーチンというのをね、これからこの番組ではね、もうプーチンと言わずにね、窮地って呼んでやろうと思ってうまいうまい、今のめっちゃ受けたいいですね、下崎凛太、いいです、今年のこの言葉にしよう。いや、むっちゃ面白い、むっちゃ面白いけど下さんだけそんなこと、大変粛ですよ先生それ。キューチン聞いてる？いや、聞いてないし。聞いてないか。聞いてないし。キューチン言っときますけど、言ってんのは中村さんですからね。私じゃありませんから。ああ、コージーって聞こえてきたよ、今。もう全部コージーに押しけときや。そう、コージーにしよう、コージーに。聞いてないから。全部飯田コージーの責任です。コージーですよ。発言の責任は全部飯田コージーということで。そうしましょう。はい。ということで、飯田コージーの責任でですね。はい。で、これからどうなるか教えてください。いや、だからこれで、実は本人、本当にもう困っているプーチンさん、壁にぶち当てる
いるわけよね、どん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 その吐き口がウクライナに行ってる、はいはい、そうすると国内でもね、もっと悪いことさせてもっと悪いことさせてって煽る奴らがいるんですよ。何なんですかね、自分が地獄に落ちるからみんなも地獄に落としてやるって感じですかね。いやいやいや、プーチンだけ地獄に行かせて、はあ、自分は天国に行くぞという強硬派がいるんですよ。あ、つまり今回の戦争の責任を全部プーチンのせいにしといて、ほうほう、ね、そして自分がこの戦争を止めてやるという人がいるんです。で、最後具体的に誰か出始めてるんですか、名前が。今一番ロシア国内に出てきてるのはあのプリゴージンっていうね、はい、あのワグネルって民間軍事組織を作った、はいはい、いやこいつも地獄行きでしょ、どうせ地獄行きでしょ、はい、だけどもね、彼はね、地獄行きたくない、天国行きたいんですよ、はい、そのためにプーチンに、プーチンに、できるだけウクライナにどんどん攻撃を仕掛けておいて、はい、最終的におそらくですよ、はい、総攻撃かけるって言ってるけども、首都キーウを狙って戦術核を撃たせるんだと思うんですよ、はあ、それで終わりですよ、この戦いは。あ、そしてこの悪いのは国内的にもさすがにこれはまずいという声が出てくるから、これは実はプーチンが悪いやつだったっていうことにして、でこのプーチンを南米のベネズエラに送ってやろうという計画があるという話が出てきたんですよ。ははで、なんでベネズエラかっていうと、まあ、ロシアとね、ベネズエラ非常にこれまでまあ仲がいいっていうことだけでなくて、ベネズエラはアメリカから経済制裁を受けてるんですよ、はい、でそこにプーチンが送られてくる、ベネズエラは喜んで受け入れる、それからどうするかって、このプーチンをアメリカに差し出すんですよ、そして経済制裁を解いてもらう。下さん大丈夫？いやいやいや、あのねまあ話はわかるんですけど話はわかるけど、今の話誰も救われないですよね、うん、だから救われるのはプリゴージンだけ、自分だけ天国に行くと思ってるわけ。いやでも絶対地獄行くでしょ。大体あのそのプリゴージンってあれですよね、オリガルヒ、まあ、要するにあのプーチンの取り巻きで金持ちになった人で、プーチンの料理人って言われてる。あ、じゃあローマ正教もそうだし、まあ、カトリックですらそうだけど、大体金持ちは地獄に行くことになってるでしょ、うん、ロシアキリスト教では。そう、ロシアでもみんなそう言ってですよね。金持ち地獄行きますよね。そう、みんな地獄、僕だけですよ天国行けるね、日本でも。いやいや、63番目の男でしょあ、そうかそうか、もう地獄行ってんじゃないなんだか話わからなくなってきちゃった話混乱してきたぞ。おい、それで、それでプリゴージンというね、はい、プーチンの料理人がいて、そしてそいつが実は次期政権を狙ってんですよ。それって大体いつ頃顕在化しますかね、そんな話。1月の末ぐらいから、今はね、実はもうロシア国内で公然とその話がされてるんですよ。あ、でもう一人ね、コバリチュークさんって言ってね、はい、プーチンの金庫番のオリガルヒがいるんですよ、はい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 、この人がこのプリゴージンのスポンサーに なってるっていう話が出てきてて、2024年からあのロシアで大統領選挙が始まるんですよ、はいはいはい、3月から、だから年明けから事実上その大統領選挙の準備に向けてスタートするって言われてるんですよ、それでプリゴージンは自分の政党、保守政党を作るって言ってるんですよ。選挙のためにやっぱり政党が必要だから、はい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 、でこの政党のためのお金を、このコバリチュークさんというプーチンの金庫番がお金を出すって言ってるんですよ。はどうですか、その状況が顕在化してきたときに、ウクライナ戦線、まあ、さっきの予言で言うと戦術核をキーフに使われた日にはあのもう本当にこの世にまた地獄が現れちゃいますけど、そうそうそう、なんとかそれ先生の力で止められないですか。僕の力で止めるとすればね、どうします。一番今現実味があるのは、この前ゼレンスキーさんがアメリカに行って、あのパトリオットをぜひ、はいはい、
首都のキーウに配備してくれって言ったんですね。キーウっていうことを盛んに言ったんですよ、はい、そこを狙ってくるかもしれないっていうことがもう前提で話が進んでて、なるほど、でこのパトリオットでもって戦術核を迎撃すると、はいはい、ただ自衛隊の幹部の人に話を私直接聞いたんですけども、核ミサイルがこう飛んでくるものを迎撃した時に待機中でどうなるのかって、そうですね、核物質は飛散しますよ ね、 少なくとも爆発しないまでも、ね、そう、それで爆発するのが単に飛散するのか、はいはい、どうなるかって人類史上誰も経験したことないんですって。ああ、じゃあ実際核ミサイルを迎撃したら何が起きるかは読めないということですね。読めないって自衛隊の人は言ってました。ただ言えることは、首都キーウに落下するよりは被害は、まあまあそうですね、空中で爆発してくれた方がそれはそうですね、うん、でロシアの方にも風向きで行くからね、だから撃つ、あそこはそうですね、ロシアの方に風が吹いてますね、うん、だから撃つしかないだろうと、迎撃するしか、だからゼレンスキー、だからパトリオットですか、そう、ああそう言われてみりゃいろんなことは整合性取れますね、でものすごくクリアに分かりました、分かります、はい、で1月末にどうやらこれが動きそうだと、動くっていうのは核を撃ちそうだと、だから慌ててゼレンスキーさんはアメリカに行って、首都に導入しても配備してもらう、そのための訓練も必要なんですね、ウクライナ人に、はいはいはい、それを考えるともうギリギリのタイムリミットで実はアメリカに行ったと。なるほどね、いやものすごく窮地に置かれている状況もよく分かったし、うん、パトリオットの配備の背景も分かったし、さすが先生分かりやすいわ。だから僕も明日来るって言ったでしょいやいや、うちは来ていただきたいんですけどね。うちは来ていただきたいんだけど、そんな先生ほどの人を毎日拘束するわけにはいかないでしょ、それ。先生ん家にはあれですか、あのマトリオシカ人形とか置いてあるんですか。いっぱい、もうプーチングッズだらけ。ところがね、辛坊さん、これがやっぱり、ね、ちょっと待って、プーチングッズってどんなもんがあるんですか。マトリオシカカレンダー。あ、プーチンのマトリオシカ。あとね、ボールペンもあるんですよ。プーチンボールペン。うん、これ上を押すとね、はい、プーチンが喋り出すんですよ。本当。はあ。そういうのがあって、でね。はい。もう怖くてプーチンが、はい、だから私ねクローゼットなんか入れてんだけども、はい、段ボールに入れて、はい、しっかりガムテープで封して、はい、しまい込んでますよ。あ、そうすると段ボールの中からプーチンのしゃべり声が時々聞こえてくる。だからもう金庫の中に入れてやろうかと思っても鍵して怖いなぁ。いやでもまあ年の瀬の番組だからお伺いしますが、今年1年間猛烈忙しくてどうでした、振り返ってみて。振り返ってみて、もう本当につらかった。そうですか。いや、僕ある人からロシアを研究してて恥ずかしくないのって言われたし、いやいやそれは言いがかりでしょ、そんなこと、うん、って言われて、それはひどいですね、うん、それであとは僕ね、ロシア決して信じてはいけないっていう本を書いたんですよ、はあ、そしたらね、僕30年間勉強してきてね、ええ、ロシアは決して信じるのは一言に終わるかみたいないや、私がロシア、旧ソ連ロシア研究者は他にも何人か知ってますけども、大体ロシア研究者、旧ソ連研究者って共産主義、プーチン独裁体制にシンパシーのある人で、うん、そうじゃない人ってふっと見渡してみたら、いや先生しかいないですよ。あとの人みんな親ロシア、親プーチンですよね。え、親プーチンでも、まあ、親プーチンとまで言わないけど、うんうん、やっぱり親共産主義、親ロシアの人多いですよね。ソ連共産党の、ソ連ロシアの専門家って。あ、そうなんだ。いや、そうなんだって先生何言ってるんですか。いや僕多分ね、その人たちはね、逆立ちをしてないんだと思うんですよ。は、僕毎朝逆立ちしてんですよ。は、朝、はあ、それはね、いやもうやめた方がいいですよ、その年になって前に逆立ちは。脳血管切れますよ、そんなことしたら。今見ている風景で見るとおかしくなるから、ええ、ロシアを見るためには逆立ちして逆の光景からスタートしないと、日本と逆からスタートしないとわからない、よくわかりました。なぜ先生が63番目の男になったかよくわかりました。時間が来てしまいました。じゃねえわ、じゃねえわ、先生。ちょっとまだ始まったばっかりなんだけども。いや、始まったばっかりじゃないと、もう終わるって。ああ、もうとっくの昔に終われっていうサインを私のところに来てるんですけど、それでも無理やり2分で今伸ばしたんですから。先生、ぜひまた来年もぜひ新しい紹介ください。ありがとうございます。
ました。頑張ってください。中村一郎さんでした。ありがとうございました。12月26日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームミュージックリクエストをご紹介していきます。今日のお題も難しいんですが、36年ものの梅酒の判定を頼まれた時に聞きたい曲と、まずシャペロンさんです。山本リンダさんの困っちゃうな。いや、おっしゃる通り。ね、古いお酒の有効性の判断を任されても困っちゃうね、という。あとは、大分県の常さん。36年経過の梅酒を飲んでみてと言われたら、悪いな、他を当たってくれよと言いたくなりますね。ああ。港の陽子、横浜横須賀。ダウンタウンブリューリー。そう。なかなか考えてくださいましたね。あとは埼玉県埼玉市のさつまいもキントンさん。36年ものの梅酒とはものすごく時代を感じました。よって今日のテーマ曲は中島みゆきさんの時代一択です。そうそう、めぐるめぐるで時代はめぐるってやつですね。そうです、はいはい、うん、川崎市にお住まいの眠り犬さん。36年ものの梅酒ということで、石原裕次郎さん、ブランデーグラスをお願いします。名曲ですね。名曲です、ね。渋いところ来ましたね。本当ですね。梅酒ブランデーでつけたりもねしますもんね。ああ、そんな高級な梅酒は飲んだことがないな。あと今なんかワインで、白ワインでつけたりとかいうの。え、白ワインで梅酒つけるんですか。ってよ、つけたことないけど。ちょっとそれアルコール度数低すぎないですかね。大丈夫ですかね。ああ、ね、確かに、はい、うん。それから飯能市にお住まい夏色ボタンさんは。梅つながりで梅沢富美男さんの夢芝居をリクエストします。なるほど、まあ、こういう感じで今日はこのくらいです。わかりました、はい、ズームミュージックリクエスト、はい、山本リンダ困っちゃうな。困っちゃうなでいきますか、はいはい、では今日は5時35分までお送りしますね。ちょっとねエンディング遅くなりますが、5時28分ぐらいかな、お聞きになってください。さあ、あなたからのご意見はまだまだお待ちしております。メールは zoom@1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送、ズームそこまで言うか。続いて特集するニュースはこちらです。国内の損害保険各社が、ロシア全域の船舶保険を停止へ。国内の損害保険各社が来年1月1日からロシアやウクライナのすべての海域で船舶の沈没などの被害を補償する保険の提供を停止することが24日に分かりました。日本企業が参加する石油天然ガス開発事業サハリン2からの液化天然ガス輸入などへの影響が懸念されています。船の保険ってね、はい、歴史があるんですけども、船って出航しますよね、はい、で昔の船なんか特にそうなんですが、港に着くかどうかなんか分かんないじゃないですか。結構リスク高いですよね、うん、そうするとその船を運営する運航する会社が、例えば私が船を一艘持ってます、その船で香辛料の輸入やりますって言うたって、その船が沈んだらもうそれで終わりですよね、うん、それで保険をかけるわけですよ、はい、船にね。で船を保険かけるんだけど、まあその保険がないと、船が沈んじゃうと終わりなんだけど、保険があると船が沈んでもまあ営業続けられたりするということで、その船舶保険って歴史的にすごい長い時間をかけて今の制度が整ってきたんですが、その時に船って一発沈むと金額がでかいんですよ。でしょうね。まあ、今でもほらタンカーなんか沈むと多分何百億になるじゃないですか。そうするとね、例えば私の保険会社が、私がやってる保険会社が、まあ、タンカーに保険金を、じゃあこの保険いくらにします、うん、まあ、基本的に保険金っていうのは事故率から計算して、このぐらい、の値段で請け負ったら、まあ、リスクと、費用がこう、釣り合いが取れるよね、みたいなことで、一定の保険金を設定するわけですが、それでもやっぱ船なんかに沈まれた日にはですね、保険会社一社で受けてたら、保険金で潰れちゃうわけですよ。で、保険会社ってどういう制度になってるかというと、全世界の保険会社が、
再保険って言ってですね、はい、自分が引き受けた保険に関してもし事故が起きた時に自分の会社だけで受けてるとうちの会社潰れちゃうんで、もう一つ上位概念に再保険って言って、そっから保険金を払ってもっと大きなところの上に組織に引き受けて、その上の組織はもう世界中の保険会社が金を出して運営してるんで、まあ船が一隻沈んで、一社で受けてたらその会社潰れちゃうけれども、もう全世界の保険会社でカバーするみたいなことになってると潰れないで済むから、自分で引き受けた保険は上の保険会社に再保険って言ってもう一遍発注するわけですよ。で、その再保険の頂点にあるのがイギリスのロイズっていう組織で、厳密に言うと会社じゃないんだけども、まあ会社みたいな組織ですよ。このロイズっていうのは歴史的に見ると、まあ言うや大金持ちの人から金をお願いしても、大金持ちの皆さんにお願いをして、保険引き受けてくださいと。では何もなきゃこんだけ儲かりますと、何かあったらもう財産で払ってくださいねみたいなことで、最終的に世界中の保険はまあ、ロイズっていうところが全部再保険で頂点全部受けてるわけです。で、この度そのロイズがですね、ちょっとウクライナとロシアはあまりにリスクが高いんで、もううちもう引き受けないからって。そうすると、末端の保険会社は、いや、その最終的にロイズが責任を取ってくれるって言うんで、再保険かけるつもりで、保険は今まで受けてたんだけど、その一番上にあるロイズっていうところが、ウクライナとロシアの紛争に関わって、それのウクライナとロシアの領域に関する保険はもう受けないって決めちゃったら、下の保険会社としては、保険を受けられなくなっちゃったんです。で、世界中の保険が、もうロシア領域、を走る船に関してはもう保険受けないからって言った瞬間に、これもうロシアの関係してるロシアと取引するような船は全部保険失っちゃうわけですよ。じゃあ保険なしに船が運航できるかっていうと、船が沈んだ時に船会社の責任になりますから、そんな恐ろしいことは船会社としてはちょ保険できない。そのロイズって保険がいかにすごいかっていうのは私ですね、ものすごく小さなことで知ったことがありましてね、ものすごい小さな話なんですけど、すげえなロイズと思ったのは、私太平洋団ってのやらかしましたよね。あの時太平洋団やらかした船はスウェーデンのホルベルグラッシーっていう会社の船なんですよ。このホルベルグラッシーっていう会社はですね、ものすごくしっかりした会社で、私の太平洋横断用の船を作るに際して、まあ私最初のオーナーじゃなくて3代目のオーナーなんですが、製造工程でずっとロイズの検査を受けながら船作ってんですよ。で、最終的に出来上がった船が、ロイズの審査を通過してる船なので、ロイズの保険がかけられる。ロイズも最終的に保険受け負うに関して、船舶に関して、どこので作ったかわからないような、そんなボロボロの船に保険なんか怖くてかけられないじゃないですか。だから船の製造過程から関わってんですよ。で、この船は、まあ、うちが保険を受けても大丈夫っていうお墨付きを、だから私の太平洋団に使った船には、ロイズの大元の証明書が貼って、プレートがね、金属のプレートが埋め込まれてて、この船はロイズの監視下に置いて作られた船ですっていうプレートが1枚はまってました。じゃあ万が一何かがあっても、だからまあだからそのまあいや要するにロイズが製造工程において責任を監視してできた本ですから、船ですから、これに関して言うと最終的に船舶保険がかけられて最終的にロイズが受けますっていうおそらく意味なんだろうと思いますけどね、まあ私はもう保険かけずに言っちゃいましたからまあ関係ないっちゃ関係ないんですけど、でもまあ世界の商船だから商いをしている船に関して言うと最終的に保険をかけて最終的に一番頂点にあるところのロイズが受け負いますっていうことで世界中の商売は行われてるんだけど、今回この発表でロシアに関わる商売ができなくなって、じゃあ日本はどういう影響があるかっていうと、今もうロシアとほとんど世界の先進国はもう特にヨーロッパなんかそうなんだけど、付き合い打ち切っちゃったんで影響ないんだけど、日本は影響あるんですよ。日本はサハリン2とかなんとかっていう液化天然ガスの、日本とロシアの共同事業みたいなやつを、まあヨーロッパの国はみんなロシアが戦争を始めちゃってからもう手引いて、今後ロシアとなんか付き合えねえよって、やっぱすげえなというのはドイツなんかはエネルギーの半分ぐらいロシアのパイプラインによる天然ガスかなんかで、なんとかやってたんだけど、この冬を迎える前にもうロシアからのエネルギーには頼らないと宣言をして、実際にパイプライン全部止まっても大丈夫なように港の整備してロシア以外のところからエネルギーを確保するということで、ロシアもう半分ぐらいロシアに頼ってたエネルギー完全に切ったんですが、日本は
そうしなかったんですよ。それでまあ、日本の経済産業省が主導して、いや、サハリンの天然ガスの開発事業は日本もいっぱいお金出してるし、日本の商社もあれ閉鎖されちゃうと影響が大きいので、他の先進国はみんなロシアとの付き合いやめるって言ってるのに、日本は経済産業省主導で残したんですね。で、今どのくらい入ってくるかというと、日本の天然ガスのうち大体 9% ぐらいがロシアの天然ガス。で、これがですね、ロシアの天然ガス使ってるところの会社ってね、地域差すごくあって、はい、都市ガスの会社で言うとね、広島の都市ガスの会社は突出してこの、ロシアの天然ガスの比率が多いんですよ。まあ、広島の会社というのは、岸田さんが広島出身だからとまでは言いませんけれども、それは関連性があるのかないのかって何とも言えないところなんですけども、でも事実として言えるのは、日本の天然ガスの 9% はロシアの天然ガスで賄われていて、実は地域によってロシアの天然ガスにすごく頼ってるところと頼ってないところとあって、日本で突出してロシア産の天然ガスに頼ってるところが広島なんですよ。広島と。ね。で、まあ、このウクライナの戦争が始まった後、このサハリンの、サハリンと日本の天然ガスの採掘事業に関して、もう、イギリスは手を引いたんですが、日本は残ったんですね。はい、で、残ったんで、今、パイプラインがあるわけじゃありませんから、このサハリンの天然ガスは船で運んでこなきゃいけないんですよ。で、このサハリンの天然ガスを日本に運んでくる船に保険がかけられないということになると、船会社とかガス会社ものすごいリスクを。これはね。まあ、リスクつったってそんなに簡単にしょっちゅうそんだけでっかい船が船舶事故なんか起こさないですよ。まあ起こさないから保険が成り立ってるんだけど、でも毎日なんかあった時に、一発事故が、船舶事故は一発起きると大きいですから、保険全くかけてないような不安定な状況で、まあ、私は今の状況で言うと、経済産業省は絶対この、権益は手放さない方向なんで、最終的に政府が保証するか、あるいはもう、目つぶって、まあさ、滅多に事故なんか起きないんだから、もう運んでこいやって言って、だけど、それで請負船会社があるかどうかって問題もあるんですが、まあ、場合によったら最終的に、ロイズの保険会社に代わって日本政府が何かあった時にはうちが引き受けますって言って、そのぐらいのことはしないと、サハリンの天然ガスを日本に運んでくる手段がなくなっちゃうっていう、実はそういうニュースなんです、これ。だから結構でかいニュースなんですけども、なんかニュース的にはさらっと、国内の損害保険各社がロシア全域の船舶保険を停止へっていう、そういうニュースになっちゃってるんですが、実は大元締めの、全世界的な保険をもう一遍再保険しますっていう会社が、もうロシアとウクライナに関して言うと全部保険は止めたっていうところの影響がこういうところに及んできて、先進各国はほとんど影響しないんだけど、日本はロシアとの関係を続けてるがゆえに大問題に今なりつつあるという、そういうニュースでございます。そんな大きな背景があったんですね。ただまあロシア産の天然ガスってね、さっき言ったみたいに広島みたいにものすごく比率が多い地域もあれば、はい、いやロシア産の天然ガスなんか全くかかってないよっていう地域もあるんで、だそのあたりは受け止め方も地域によって結構温度差あると思います。以上、今日のズームオンでした。今日の放送内容、ラジコのタイムフリーポッドキャストでも配信していますので、詳しいことは番組のホームページ、または番組の公式ツイッターもご覧になってください。ズームミュージックリクエスト、お送りしたのはラジオネームシャペロンさん、まんまる7号さん、お二人の方からのリクエストです。山本リンダ、困っちゃうな。むっちゃ懐かしいですね。1966年だそうです。66年なんですか。はい、まあ、私10歳の頃かな。そうですね、だと思いますが、山本リンダさんというと、私にとってはちょっとですね、はい、全然違うところで思い出のある人でですね、1995年に1月阪神淡路大震災、はい、まあ、あれ全国的には阪神淡路大震災っていう言い方しますが、うん、まあ私なんかの感覚で言うとね、淡路を取って阪神大震災っていうことの方が圧倒的に多いんですね。確かに、ね、震源地は淡路島なんですよ、はい、震源地は淡路島なんだけど、被害の大半がやっぱり阪神間だったんで、まあ、阪神大震災、また年が明けるとね、その日か、その日その時間が巡ってくるわけでありますが、あの時に山本リンダさんが神戸で結構ね、被災者支援をやっていたという話を、私自分で取材行った時に結構その話を聞かされたことがあって、はい、うん、私にとって山本リンダさんは阪神大震災の時に、なんか被災者支援を個人的に
頑張って、あの時個人的にね被災者支援で来てた人って結構あの有名無名含めてたくさんいらっしゃってですね、ああそういえばああいうことがあったな。ところがですね、あの1995年という年は1月に阪神大震災なんですが、もうそれからもうその瞬間にテレビ局もマスコミも朝から晩までずーっと阪神大震災だったんですよ、はいはい、それがもう1ヶ月2ヶ月続いたんですが、ところが1995年の3月に地下鉄サリン事件っていうのがあって、そうでした、ね、この地下鉄サリン事件が起きた瞬間から、その前の日まで朝から晩までずーっと阪神淡路大震災関連のニュースをやってたところが全局オウム、オウムになって、それでまああの4月5月を迎えていくということで、あの地下鉄サリンのおかげでですね、それまでもう連日いろんな問題点がだいぶ浮き彫りになってきて、これからやっぱりあの被災者の皆さんどうやって支援していこうかっていうようなところに話が移行していくタイミングでマスコミからこの話題が消えたんですよ。なるほど。あの時やっぱりこれを関西で伝えててですね、ものすごく切なくてですね、自分でまあまあ自分でマスコミっちゅうのはそういうもんだとは知ってはいたんだけれども、なんか次々新しいものに乗り換えていって、継続してやらなきゃいけないことができなくなっちゃうっていうことはね、私のやっぱり人生の大きな反省点として未だにありまして、で山本凛だという名前を聞いた瞬間に、だから大半の人は山本凛だと聞いてそんな発想はしないでしょうけど、私は山本凛だと聞いた瞬間にですね、1995年のあの関西の光景がまざまざとね脳裏によみがえるんですね。そうですか。で自分をちょっと今いろんな、そういろんなことの思い出ってこうやってつながっていくんだなと。なんか音楽でねつながっていくのありますよね、はい、全く違ったことならね、はい、今日の非常に困難なあのタイトルというか困難なテーマ で, で曲を寄せていただいた皆さん、ね、心から感謝いたします。どうもありがとうございました。皆さんと共に作り上げる番組でございます。そうなんですよ、はい、あなた方がいるから、はい、この番組も、この番組のリスナーさんの全ファミリーです。ファミリーの皆さんは、ファミリーの皆さんは、ぜひ私の本をお買い上げいただいて、どうやってもそっち方面へ話を持っていこう、はい、持っていこうと言ってるうちに、あ、なんか随分とっくの昔に時間過ぎてるような気がしたら、はい、今日はそうか、5分延長の月曜日でした。そうなんです、はい、この後5時35分からは小島夏子さんのお帰りなさい。で明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターはジャーナリストの有本香里さん、安倍元総理の下で15年間外交のスピーチライターを務めた元内閣官房参与の谷口智彦さんにも安倍外交についてお話を伺うそうです。で明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ゲストは現役看護師で看取りコミュニケーション講師の五感めぐみさん、看取りと就活の在り方にズームしていきます。就活って終わる方の活動ですね。終わる方です。就活といえばもう今週の土曜日は31日大晦日ですよ。やばいですよ、はい、日曜日はもう来年です、はい、ということで来年も引き続きお付き合いください。ここまでは辛坊治郎と